1972年と固まった時間1972年には浅間山荘事件が起こりました日本中を騒がせたこの事件は武力闘争による革命を夢見た連合赤軍の最後のもがきでした当時の学生運動はヘルメットをかぶり下馬棒と呼ばれる角材を武器にする構想が主流でしたがそうした風潮とは一線を画し連合赤軍の戦いは 銃と実弾による本格的なものだったのですちなみにゲバ棒のゲバはドイツ語ゲバルト「暴力の略」いずれにせよ穏便なものではありませんでした連合赤軍の母体は赤軍派と京浜安保共闘という2つの左翼組織です両者の間には明らかなポリシーの違いもありましたが力によって革命を果たそうとする点で大きな一致を見ていましたともに 過激な闘争を繰り返し、逮捕者と闘争者を少なからず出した末の切羽詰まった融合でした。結成時のメンバーは29名、男19名、女10名、日本全国を革命に導くためには、いささか心もとない人数でした。やがて警察によって追い詰められた彼らは、群馬の山中を転々と逃げ回ることになります。闘争の最中、権力に向かうはずの厳しい倫理観は、 仲間に向けられ総括と呼ばれる残酷な隣地殺人が繰り返されました最終的な処刑者は12名連合赤軍結成前の2名を足すと実に14名血と汗でドロドロになりながら彼らは壮絶な逃避行を続けたわけです群馬県から長野県へさらに何人かが逮捕され何人かが逃げ出し最後に残った5人が目の前にあった山荘に立てこもったのが 宗事件でした人質を取った老城とはいえトドのつまり逃避行の末の恐慌でしたから明確な要求は何も出てきませんでした破滅に向かうまでのデカダンスな時間それは行き場を失った革命意識の悲しい末路だったのです当時私は6歳の子どもでしたからそうした事件の背景はもちろんテレビに映し出されている現場の状況すら理解できませんでしたそれでも 酸素の壁に大鉄球が打ち付けられるシーンをはっきりと覚えているのはその体験があまりにも非日常的だったからです。機動隊がいよいよ突入戦とする日時間と空間はほとんど完全に固まった状態にありました。いつもは曲ごとに違いを競うはずのテレビがその日はどのチャンネルも同じ光景しか映していなかったのです。籠城自体は9日間に及びましたから長い長い緊張状態でした。 そして最後の数時間はテレビというメディアから選択権がなくなるほど日本中の眼差しが一見の山荘に集中したのですそれはテレビというメディアがかつて見せたことのない特別な顔でした現実世界の革命が古さんになっていく一方フィクションの革命はますます先鋭化していきましたこの年に放映が始まったアニメーション番組は「海のトリトン」「デビルマン」「科学忍者隊ガッチャマン」 マジンガー Z などなど記念碑的作品が数多く生まれた年でした。かたや実写のヒーローものとしては「超人バロムマン」や「愛の戦士レインボーマン」などいささか驚々しい番組が異彩を放っていました。例えば「レインボーマン」「インドの山奥で修行した」というヒーローとしてのプロフィールもさることながら敵の設定も随分と変わっていました。レインンボーマンの敵は、 シネシネ団と呼ばれる秘密結社ですその狩猟であるミスター K は第二次世界大戦で日本軍に虐待を受けたという設定になっていましたさらにはシネシネ団そのものが日本人の抹殺を目的に作られた組織だったのです日本で制作された番組だから日本ばかりが狙われるということではなく彼らは明確に日本人をターゲットにしていたのです 説得力があるような成り立ちを聞くだけでくじけてしまいそうな何とも重い設定ですこれに対して主人公の名前はたけし。何やら民族主義的な香りのするこちらもいささか怪しいネーミングでしたしねしね団と連合石軍を結びつけて考えることはいささか不謹慎かもしれませんただ不思議なことに両者はともに M 作戦と呼ばれる行動計画を持っていました シネシネ団の M 作戦はオタフク会という宗教団体を通じて偽札をばらまき日本をインフレによって破壊しようとするプラン子供番組にしてはいささか難解な悪がくみでした一方連合赤軍の M 作戦はより直接的な計画でした活動資金の調達のために金融機関を襲撃するというものでその M はマフィアの頭文字でした4か月の間に計7回もの計画が実施され それによってて連合石軍は1000万円近いい資金を得ていました。どちらも日本の片隅で行われた正当性の薄い作戦行動でしたところでレインボーマンにはヒーローものには珍しい静止する時間がありましたヨガの眠りと呼ばれる時間であり変身によって失われたエネルギーを補給するための完全可死状態です硬直したまま5時間の眠りにつくことになっておりその間は 何が起ころうとも感知できません大和武は髪まで白くしながら微動だにせず完全に自分を閉じてしまうのです周りの時間はゆっくりと流れ主人公だけが取り残されていきましたこれとよく似た現象が思い起こされますこの年には横井翔一さんがグアム島の山中から救出されたんです太平洋戦争の終結から実に27年目のことでした 戦争が終わったという事実を誰からも知らされぬままひたすらジャングルに籠もり一人の時間を固めていたわけです。恥ずかしながら生きて帰ってきましたの有名な言葉とともに彼の泊まっていた時間が全国民の前に提示されました。ただし82歳でその生涯を閉じようとする時横井さんが悔やんだのはむしろ日本に帰ってきたことだったそうです。あまりにも贅沢になりすぎた日本人を見るのが辛かった。 アーミッシュの質素な文化が思い出されます